どうも、寺です。今日も、まあ何でしたっけ、最強ビール最強つまみやろうと思ってるんですけど、ですね、つまみが最強じゃなくてですね、まあ茎レタス、揚げトウモロコシ、かっぱえびせん、これは五島灘の塩と揚げにんにく味、この3つぐらい、まあちょっとやって、まあ多分つまみは最強じゃない。で、あとは北海道限定クラシック、札幌クラシック飲もうかなと。で、この隣にあるザ・モルツマミは、また今度と。最強のビールね。いや、でもね、この最強のビールにもしかしたらこれ勝てるかもしれないね。札幌クラシックってやつが。それやっぱりね、確認しないと勝てるのかどうなのか。うん、キンキンに冷えてます。この寒い中、キンキンに冷えてます。今日も寒いね。暖かかったのにね、昼間。うん。なるほど。まあ、こっちの旨味にちょっと似てる。まあ、似てないか。ですね、この旨味と、この旨味とこの札幌クラシックの違いは、まあ苦味ですね。札幌クラシックの方が苦味が前面に出ます。バーって苦味がきます。けど嫌な苦味じゃない。な、飲みやすいですね。飲みやすい苦味。この苦味がいいっていう人はもう札幌クラシック最高だなって思うでしょうね。いい感じです、すごく。こっちの旨味はね、あんまり苦味はないんです。旨味の方が強いんで。まあだから、飲めば飲むほど、この両者は、分かれてますね。味の内容が。それでですね、まあ特に、今週の23日かな。まあ、ちょっと休もうかなと。仕事休んで、こちら。ESR。プロテクティブでいいのかな。プロテクティブホームケース。iPhone ケース。ということで、クリアケースと、あと、何ですかね。液晶ガラスフィルム、紹介しようかなと思ってまして、とりあえず、まあ、買ったのが今のところの、これですね。iPhone、12 Pro 用のケース。ソフトケースですね。買いました。ソフトケースなので、まあ、そんなに綺麗ではない。まあまあ綺麗なんですけど、他にこの強化ガラスが背面になってるケースとかもあったので、ちょっと失敗したかなと一瞬思ったんですけど、まあそれでもね、しばらく使う分には問題ないと。で、こちら。ガラス侍、日本品質ガラスフィルム、こちら買いまして、なんと硬度が 10H。史上最強。これはね、やっぱり、いいなと思って買いました。iPhone 12、12用ですね。まあ、これの、つける動画を、23日、やろうかなと。最速、YouTube 最速。まあ、挑戦ですね。フラゲの人は、フライングゲットした人には勝てないかもしれないですけど、発売日が23日なので、その日の午前、23日の午前にあげるっていう、まあそういうね、挑戦をしようかなと。来たら5分以内に撮って動画をあげるぐらいの。まあ開封動画兼、だから開封動画で、
なんかこう、住所とかバーコードとか、その辺気ぃつけながら、バーコードは多分大丈夫だと思うんですけど、その辺気をつけながらの、スマホケース装着のガラスフィルム装着という動画を撮ろうと、まあ思ってます。YouTube 最速予定。まあ別に最速じゃなくてもいいんですけど、まあ今回の iPhone 12 Pro 買う理由は、やっぱその辺にあるので、まあ頑張ってみようかなって思ってます。とりあえずこれですね、茎レタス。梅味なので、梅味が下味についているので、まあうまい。まあ茎レタスもあれですね、まあ癖になる味、まあ、食感が癖になるな。これですね、北海道だけのうまみと爽やかな味わいって書いてますが、まあ北海道だけの苦味とうまみ、爽やかな味わい、そんな感じですね。苦味は大事。苦味がバッてきて、うまみもあるけど、あとは爽やかみたいな、そういうビールかなと思います。苦味がね、やっぱりね、前面に出てる。ビールは苦くてなんぼっていう人は好きだと思う。いや、そこまで苦いわけじゃないですけど、揚げトウモロコシいただきます。この揚げトウモロコシは、優しい味ですね。すごく味が優しい。まあ、今年の夏、あんまりトウモロコシ食べてなかったので、ちょっとそれを補填する意味で揚げトウモロコシ買いました。食べる機会はあったんですけど、なんか、ちょっとあれが合わなかったね、タイミングが。それではメインですね。五島灘の塩と揚げにんにく味、かっぱりせん、いただきます。つまり塩とニンニクですよと、塩とニンニクで持ってますよっていう。大丈夫か、これ、
爪に合わせた。これでいや、これでいいな。いただきます。うめえうめえ、これワイか。うめえ。これなんだ、すげえべらぼうにうめえじゃねえか。これかっぱえびせん、いろんなものを食べたけど一番かもしんない。記憶がなくなってるだけかもしれないが、絶品って書いてるだけあるわ。うん、この商品はですね、何がすごいかっていうとニンニクですね。あの最初の一口目からもうニンニクの味がします。うん、うまい、すごくうまい。でこのかっぱえびせんのこの弾けるところとニンニクの匂いがこう出てくるところのタイミングが合ってるんですよ。うん、噛めばニンニクって感じで、ニンニクのまあいろんな味があるんですよね。ニンニクの中でもつまり好きな味と嫌いな味みたいな、好きな匂い嫌いな匂いみたいな、または敬遠する匂いとかね。うまい。これね、あのエビの甲殻のなんて香ばしさとなんかニンニクの香ばしさがすごく合う。うん、まあ五島灘の塩は全然わかんない。塩味というよりもやっぱりニンニクの方が強くて、さすが五島灘の塩だなってならないな。これなんだろう。うん、塩の部分は確かにあるんですけど、ニンニクの方が主張が強い。うん、塩の主張はそんなにない感じですね。これはね、ビールが食われたね。これはビールが食われた。あ、札幌クラシックを紹介する、うん、そういう回だったんですが、このかっぱえびせんを紹介する回になってしまった。これやばい。あのニンニク好きで食べてない人は絶対食べた方がいい。これはいい、これはうまい。うん、間違いなくこれはうまい。じゃあそうですね、ビールがちょっと札幌クラシック負けちゃったんで飲んじゃいますか、こちらのザモルツうまみ。これ見せるだけで終わりにしたかったんですけど、このね、絶品が勝っちゃったら、なんだろうな、ビール、まあ、なんだろうな、ビールの方が負けっていうのはあんまり良くないというか。ビールの意地を見せよう。これはもうビールの意地を見せるしかない。後で王冠外し、もう再度取り付けてみたいな感じですかね。うまみ、
注ぎます。これね、注ぐ時のトクトクトクも聞かせなかったんですけど、うまくいきませんでした。こちらです。ちなみにまあ一番うまいんじゃないかなと思ってるビールです。これが自分のバカ舌スカウターだと、まあこのザ・モルツ旨味が一番うまいんじゃないかなと勝手に思ってます。いただきます。うめんだな、これ。これ、うめんだな。あのね、苦味がないんですよ。苦味が。混ぜるか。混ぜる、苦味入った、札幌クラシックとザ・モルツのタッグ。うん。あー、うん。なるほどね。大体ね、ビールとビール混ぜると、美味しくなくなるんですけど、この組み合わせはありです。うん、あれね、ビールとビール混ぜるとなんか100点が出ないんですよね。これ難しい。なんで100点が出ないのかわかんないんですけど、まあただこの札幌クラシックとザーモルツうまみの合わせ技はまあありだと思う。うん。札幌クラシックの苦味、ザ・モルツ旨味の旨味、これの合わせた結果はラガービール、ラガービールか、うん、でもやっぱちょっと違うな、うん、初めて飲む味に近い。まあ、まあ、まずくはないけどね。まずくはないけど。あとはクラシックラガー注いで終わりましょう。あんまりビール飲むと良くないんで。良くないっていうか。うまみの紹介はまた今度ということで。よやっぱり最強ビールなんで後ろに取っておいた方がいいでしょう。これめちゃくちゃうめえ。いや、酒飲みに関してはもうこれ一択だわ。カルビーかっぱえびせん。あの、なんだろうな、塩とニンニク、揚げニンニクなんだけど、五島灘の塩は別にどうでもよくて、ニンニクですね、これ。うん。ニンニクとえびせんの組み合わせが最強。マジでうまい。で、この後あのミンゴルをやろうかなと思ってます。ミンゴルのプロツアーで第2回をやってプラチナに上がる予定だったんですけど、うん、あ、疲労困憊で寝ちゃったんですよね。
もう眠くて眠くてたまんなくて寝てしまったので、ゴールドのままなんですけど、まあちょっと2週連続ゴールドは、ああ良くないので。今日からでも始めようかなと。ああ、うまっ。まだビールあるわ。すいません、もうちょっと付き合ってください。すいません。もう、伸ばせないね。絶品。ああ、だからもうあれか。あとはもうちびちびやろうか。この絶品、五島菜の塩と揚げにんにく味。これと、あと、札幌クラシック級に対して、旨味の、モルツ旨味が1入ってるビール。まあ、これで、まあ、ちびちびやろうかなと。で、まあ、その後、ミンゴルプロツアー、ゴールド対、やっていこうかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。10月、23日午前中に動画を上げようかなと、iPhone 12 Pro、何ですかね、ソフトケース&ガラスケース装着会みたいな感じで、まあ YouTube 最速を目指してやる、フラゲは知らんっていうことで、まあそういう、そうですね。そういうイベントを企画しました。はい。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回の最強ビール、最強おつまみもよろしくお願いします。失礼します。